ほらエンジョイ。サヤフルパレットでもお話しした平塚の七夕祭り、3年ぶりの開催ということでやってきました。届かない、かわいい。あ、みんな絵描いてるやつもあるんですね。ちょっとでも屋台がないのは寂しいですね。コロナ禍なんでしょうがないんですけど、その屋台で食べ歩きができるっていうのもすごいお祭りの醍醐味でした。でもこうお店がいっぱいやってるんで、お店に入って食べれるそうです。いただきます。しびれますね。美味しい。